どうも、ジュアルです。ドカモン怒りの鉄拳、前回に続くからやっていきたいと思います。じゃあ、前さそから。こいつはちょっと鬱陶しいじゃん。力ためて、あれ、攻撃力 1.5 倍か倍ぐらいか。確か。倍かな。それぐらいじゃん。1.5 倍ぐらいじゃん。これやばいな。68。こんなんおったやな、こいつ。やったから。俺も知らんかったよ、こんなん。おー、でももう。勝ったやろ。もう絶対勝ったやろ、これ。おー、勝ったやろ。勝ったやろ。勝ったやろ、これ。熱。お、強っ強っ、え、2000？ フリーズだらってやばいんやな。おぉ、飛んだやん、ほんとにあれダメージダイヤエグいな、フリーズだらめっちゃ怖いな。おぉ、お前マルクあんた効かへんやん。その割に経験作れへんやな、こいつ。うん、いやでも、おいおいちゃん、ブルードラゴンと一緒ぐらい3000。うん、そうなの。うん、他も3000以上おらへんやん、あんまり見たことないやん。そやな。うん、やったね。ヨエディエンスに弱えや、ほんまに。4倍。4倍やったけど、別に行きたいとこもないやな、特に。なるほど、ここってあんま倍向いてないな。そやな、このエリアって。でもカジノ生活したいっていうのもあるやな、若干。みんなそこに期待しとるかもしれんしな。まあまあまあ、じゃあここ行くか。ええわ。おーっと、ゴロゴロいらん。クソ、4倍差でゴロゴロは寒いな。うん、お、3倍に増殖。高野の能力便利やな。3倍使って3倍に復活っていう。普通に強化やろ。3倍で進んでいこうかな。ん、なんでだからお任せへんの。お任せ。お、強化いける。どこ行こうかな。どこ行くん、カジノ。強化行って三章のボス倒していこうかな。三章、四章じゃん。四章やな、ここ。いかなるようで参られ。だから洞窟行く気ないもん、今んとこな。今とこない。うん、何するじゃん。あんな感じあるから。四章買っていく。ああ、まあ争わへん。硬いな、硬い。ちょっとじゃあ俺動くわ。もうカジノ行かずに俺初めての、うん、あの勇者になるわ。俺ほんまに今まで勇者をな諦めてきたもん。タカやばい。俺洞窟とかにすら入ってないもん今まで。うん、ほとんどタカがやばいです。そこに行く前になんやかんや阻まれたけど、今ライバル前さんぐらいやろ。でしかも前さんも機動力あるかってまあ微妙なとこやろ。うん、ええ勝負できるかもしれん。4倍欲しいよな、行くとしたら。行くしかない。いや俺4倍持っとうけど、なんかでももう多分なくなるわ、もうすぐ。いや、勇者を取りに行く。うん、俺のマルチクリスタルの効果いつか役立つかもしれん。ボスを争うときに。そやな、うん、その未来を見据えてちょっと行くしかないマジで。ほんまにもうカジノの状態は多分1回でも多分。うん、しかも案外悪さ弱いからなあいつ。確かにな、弱いね、あいつほんまに。ドーメ君とか余裕やと思うね。タカン攻撃力ができるやん。そうやね、ドーメ強えな。そういう考えたらドーメやばいな、ほんまに。ドーメ行く日はマジで。ドーメほど恐ろしいもんないわ、ほんまに。同盟はエグいな。せめてスコップぐらいおったらな、ちゃうやけどな、また。スコップ、うん、スコップの一撃ありだけでもちゃうやん。ほう、ほんまにこのスコップの一撃、うん、役立たない。あとちょっとで死なへんって多いからな、ほんまに。あとちょっと攻撃強かったら勝てろったにみたいな多いやん。そやな、うん、そのパターンめっちゃ多いからな。マイスタスの番です。ラッペやろ。ラッペ。ん？ダメ終わった。ああ。マジかよ。お、タカのビップバッチ。ビップバッチは？お、どっちか分かんない。お、お、お、いった。おお、パワーレスト行ってもた。うわ、前さんパワーレスト行ってもたやん。いらねえよ。なんか、めっちゃあるな。いらんて俺もこれ。タカの、タカの明らかに A の方やった。よかったな。パワーレストっていらんの来たもんな。ここはあんま3万円効果的じゃないもんな、言うほど。回るところがないから、あんまり。いけへんのよ。そうやね、回るところがないって、ここほとんど。パターンが。お前。だからあんま意味ないって、俺も先4万円使って思ったけど。もう、なんかしたらもう、いけへんの。アイテムやろ、絶対ほら。ババインとかあってたらやばいな。1、2、3、4、5、アイテム。
まあまあ無難に使える。戦闘で無難に使えるわな。道具さえ行けば使うか。246か。もう一気に攻めるか。6個あるからこれで一発で入れたらいけるかもしれん。うわ来た。うわ何これでもいけへん。悪いね。ああカジノ行きたいけどもうええわ。勇者になる俺は。勇者目指すね。俺は勇者になるぞ。今回初めてのな。俺倒れへんから攻撃厳しいから攻撃振っていかなあかん。よっしゃ。ほうその問題は洞窟の敵やな。どのレベルなんかってとこやわ。そやな。まあでもいけるんちゃう。まあ多分いけそうな気はするやんけどな。高いな。いけそうな気はするやんけどな。マジでマジか。ナイス。ほう。弱点やつ。マジかこのターンやないな。最高やな。そうくそフリーダム弱遅かったこういうことあるそうラッキーラッキーもう早く入るぞ。プラズマで勝とったんか普通に。こいつ魔力あるからそれできるもんな。うん。お、たかし俺のターン販売ドルルルル微妙8。いやまあ、あ、俺上、あ、右もいける。やっぱり俺も洞窟入りたくなってきたから。だが洞窟行こう。罠だ罠や。ん痛い。おー、トラバサミか。首切りや。いや勇者、しかも第5章は結構 A っぽいからな。おー宝が。これまでの傾向を見るにな。テレポーザン攻撃。このガモモロ折れへんかったよ。もう同盟切れたから。あ、そうか。あじゃああれやん、ワルさんの時も困るやん。お前さん結構そうで、全員じゃあ五分五分の戦いってところか。おお。まだ誰も入ってへんし。オッケー。これ取れた初めてだから。取ったとしたら俺今まで俺あのちゃんとただの名物ダンジョンにしたら入ったことなかったもん今まで俺。じゃあ今度こそイコールちょっとマジで勇者になろう。今までダンジョンほったらかしにしてくれ。俺は絶対勇者になるぞ。てかまだ悪さ倒したから俺一回しかないやん。あの神様で一回しか出会ったことないやん俺。知らんがな。そこちょっとおかしいよなよく考えたら。おお。すごい逆に。まだ一回な。そうやねん。今思い出した思い返せば多分一回しかあの神様拝んでへんねん俺。マジでやばい。どこいつ何買うぞ。でもうデビラー生活だったからな。まあ基本魔法しちゃったのか。俺能力強いんやけど悪さに恵まれんかったやんほんまに。やばいやばいやばい。これ使うぞ。やばいドリも果てだ。やばい本気出してっと。やばいこいつはやばい。どうせ俺にやってくるよなこいつ。ぽいな。うわ勝ったと思った。しかも変なもんやられたらやり返すだ。ほんまに前返しするだろ。決めとこうそれは。来たぞこれ。使うなん。あ鬱陶しい。使うなん使われてからボコボコされた。鬱陶しいぞ。止めとくか。いや止めるもんもないもん。ないな。ないぞほんまないやん。もう入るしかないやん。逃げ込むしかないやん。に。はぁ、あ、むしろ戻る。いやでも俺も戦闘中やから俺狙われたら終わりやもんな。しかも前さ結構早いから狙われにくいと思うやんな。まあでも分からんな。あいつが誰狙ってくるかもう微妙なとこやから。洞窟に一番近いやつを狙うんか1位を狙うんかが分からへん。おぉこげごっこやん。あいつ俺に使うなん使ってきたの。お、復活だよこれ。いや、そんなん俺せんえ。だから復活だよか分からへんまい。や、めっちゃもったいないあれ。いやかもしれへん。かもしれへんだけど俺はもうそんなん関係ないから。いや、でも基本的に命乞いでええやつしかないやん。いや、違うよ。いや、ほんまやって命乞いでええやつしかないやんってほんまマジで。うん俺やったらするけどな。なんでそんなことしたん。アホやな単純な。あれやったらもったいなすぎるな。うん命が100倍のしかないからな、あれ。ほんま、ええお宝とか。うん。だって命子自体がまだレアやから。せやな。うん。だってまあ3回くらいじゃない、命子。だから1回あったんやったっけ。何やった ?2 回あった。2回あって復活だとなんかもっとええ、もう一個ええやったな。よかったか忘れたけど。よかったよ、俺覚えたもん。いや、レアなかったからよしとするわ。レアや。そんなことあったんや。命がほんまレアや。ロッキー。おう、宝や。な?ええやつしか。宝やろ?ほう。まあレッドダイヤは微妙だったけど、タカやった。でもあの、タカがあれやったな、やったとき、なんか鶏みたいなやつが復活を落としたよな、確か。おー。まあ圧倒的にあれだよな、戦力差があったらそういうのがあれやな。多分な。
あいつらもうそれ分からへんわ。ただ何したの？4番じゃん。モノクリスタル使うか迷っとった。3番じゃん。見えるんですあるからな。もう枯れるからな。まあな、強い見えるんですよ。結局戦闘能力下がったら見えるんです。あっても無理やもんな。だどうせ後方回ってくるわけやん。一発で倒せたら見えるんです。いるけど、そうやな、とか一発で倒せこういうのとか2ターン目だったらいけるな。確かにやばいな。所持金100万やもんな。イーズカード奪ってやもんバーッて伝えたやん。そうな、100万が増えてんかった。さっき見たちょっと増えとったな。そらそんなすぐに増えへんのじゃん。いや増えとったな、ちょっとな、結構そう、ほんま。ちょ見てんたか、もう一回顔して。ほら何本やったん預けたの。7万ぐらい増えてへん。なんか忘れた。だって100万ぐらいぴったし預けとったんだか。おぉやばいやん。7万ぐらい増えとったんだか、もうすでに。え？あ、虫、おしおしおし、ちゃ、ちょ、頭だ。俺行くわ。107万か、でかい金やな。はぁ、あ、あ、落ちた。いけそう。いや、これっぽいわ。こう時間かかる。あ、止まった。スコップの前やで。スコップ誰もあれ相手されて、誰も相手されてない。おスコップ、おう、倒した。俺らだけでもスコップを見たってこう。虫倒したかも。俺スコップ見とうで。虫倒したっぽい。倒した。 OK、 スコップの勇姿を喜んでる人見とった俺だけは見とっためっちゃ嬉しくないやろな、タカだけやったら感覚が。そうやな。あ、タカタカこれきついな。きついっすわ、これは。1、おぉ、これ見とくと何のクリスタル。1、2、3、4、5、6、6クリアンか。そう、入りたい。ワインがちょっと入ってやったな、ここ。いらっしゃいませ。判定いっぱいあるんじゃん。ないんかい。脱出コーもあるやん。あ、2もあるやんな、ここ。熱いな。負けたくないの。誰にも負けたくないんだ。これは争奪戦やな。そうやな。脱出コーいらん。帰るからね、めっちゃええな。間に合うかな。いや、分からんね。結局死ぬかもしれんやんか、途中で。今までだって、うまくいったらおらへんやん、スムーズに。そうやな。全部。なんやかんや、ハプニング見舞われてやられるからな、なんか。結構、しかもなんか強いやつおるやろ、あそこの中。うん、過去のケースを考えるとそういうことがあったな。せやな。なんて問題ないもんね、今やったら。まあ問題ない、降参できになるだけやから別に大したない。降参なんかしたらあかんしな。そうやで。やるやろ。うわ、バーバインとか入るんじゃん。よっしゃ。これなんやろ。回復剤。なわけないやん。うわ、復活剤。うわ、でかい。捨てよ。なんでやん。ふざけんなよ。いる？いやー、マジか。4クリ1回死んでほしいな。2クリいる。2クリ6クリやな、場合になるから。1回死んでほしいな。でかいぞ。そう、今のはでかいな。そう、メッシュ用途は使っとこうわ。やめとけやめとけ、そんなん。まあそれしたら俺もなんかするから、まあええと、それしたらでかい、俺もするぞフラッシュボーマーで出ろ。死ぬだけやな、他のやつは。入るな。おっしゃ。え、来たー。うわー、先貸してもらうぜ。入っていった。よっしゃー、お先。カカ、いやし、よかった。カカ来たやん。スコップに狙われる前に行きたかった俺は。カカ来るで。4倍あれの亡者やからね。スコップの射程に おったらやばいからな。資産家になってるな、カカカカ、ほんま資産家で。どこ行くんだから。ノバがセーフなんで俺が思うんだ。こっち行く方が早いんか、教会行く方が早いんかって感じやな。ああ、一緒ぐらいやったな。カジノ行けるんじゃん、ここまで行けたら。行けるやん。もうカジノよって書いてんやん。まあカジノやん。ちょっとでも近づきたい。どうなんタカ。カジノ近づきたい。え、近づきたいよ。タカも勇者になろうとしたし。タカも一回勇者になった経験あるからな。うん、勇者歴。勇者はいいな。勇者ええな、あれ。勇者歴俺3回やからな。でも結局真の勇者って最後になった人間が真の勇者やからな。そうやな。うん、お、たけし最後の勝った人間やろ。うん、
途中までの過程で調子乗ってる人間、勇者って言わへんからな。お、特技。いや、でも勇者って調子乗るもんやからな。やばいやばいやばい。お、食らったやん。食らったな。え？これを食らったり。うわー。混乱した。たまに変なことするもんな。あ、この間はちゃうんちゃう。確かに普通にできるんちゃう。え、視察した。危なっ。え、俺攻撃をしたんやけど。助かった。助かった。しかも何も書かれんだよな。混乱して視察にしたみたいな。なんか俺が誰だったことした。こっち来るってやっただろ。てか、たか魔法カットが良くないか。そうやな。俺思ったんやけど。寄っていくわ。うん、プラズマないからな。うん。きついな。うん。ただテレポートは打ってないけどな、あそこに。テレポーザー3章にしか売ってへんからな。テレポーザー欲しいな。俺使ってくるんや、もしかして。あー、タカが俺に使ってくるかな。あ、ちゃう。あ、6のクリスタル。どこ行くんや。1,2,3,4,5。 こいつの子だから、村を。あ、教会起こしていくんじゃん。おい、来たんじゃん。いかなるようで参られた。スコープさん来るんじゃん。勇者に何か。勇者、全員が勇者に。あ、ちゃうわ。村狩りや。村狩りや。でも全員が勇者に近づいたわ、今。おー、いや、前さんも来るわけやもんな、これで一緒。今の勇者候補だからな、俺が。そうじゃないよ、別に。誰もそうは思ってないぞ。ほんとや。今までの流れ見てきた人は思ったら、俺が一番の勇者候補やと。あれあれみんなクリスタル行くしかないわ。クリスタル早速使ってるね。早速使った。もう、この現象、3回目ぐらい。不正ジャンプ。うまいな。不正ジャンプ。ちゃんと、軽量できんのやな。ノートだね、絶対なれへんな。どこ行くんやろ。ん、なんか魔法ちゃん、金庫。1個目。 あれ魔法やったか、魔法の鍵ちゃん。うん、あれ魔法の鍵や。そこ1個しかないな。え、これってダメージと食らへんな。お、若田からこ行かなかんやん。おー、ゴール行けへんかった時はな。そういうことやな。4倍。行くしかない、ここで差をつけとかなかん、ね、1回もう。あー、きつい。あ、でも罠終わるか、終わるか。13。お、よっしゃ来たー。よーし、来たぞ。逃げるぞ、逃げるぞ。やばいな。俺は逃げるぞ。やばい。HP もマックスやしな。逃げるぞ。しかも元気玉あるしな、地味に。あ、高い講師やばい。回復剤使っとこう。ない。元気玉あるやん。元気玉置いとく。起動。6。お、魔法、いけるんじゃん。あ、あ、いけへん。残念。ほうほうほう。魔法や。魔法でもいっとこうか。パペモン、パペモンぐらいやな。こっちや。ブーフーとかも結構ええけどな。うん。あれ結構鬱陶しいやん。そうやな。飛ばされたな。うん。4倍と3倍の差はでかいな。ほう。まあ行くやろな。村狩りか。どんどん村を自分の支柱に収めていくのが。あ、これ負けたやつやしゃん、こいつが。デビルサイダー。おお。再びリベンジして勝つという執念。まだ勝てるんかな。あ、HP 減っとる。勝った。まあ勝つやろな、これ。おう、防御倒したー。ギリギリや。デビルサイドかっこいいな、ちょっと。こいつ強そうやもんな。強かったし、実際見た目強そうなんて、やっぱ強いな。そうやな、基本的には。うん、こいつ26で俺ら10レベルぐらい差あるよ。能力めっちゃ弱いもん、ほんまに。見てよ、やばいな。やばい、めっちゃ弱いもん、スコップ、ほんまに。能力もしかも、あ、こいつも上がってんやん、能力一回も上がってないな。タカってその代わりに力を手に入れたやん。違う。そして資産家やからな、タカ。おう。資産家タカ。うん。資産家タカと称号得たわ、ね、資産家やもんな、ほんまに。お、入っていく。復活だ、えぐいな。いやー、これもうさっき俺が先生で言ってもって倒すしかないわ、これも。追いつかれたらもう無理やわ。ほんまに。これは無理やろ、俺がおるやな。お、2回。まあ、3回ぐらいあるやろ、ここは。ありそうやな。うん、ありそうやわ。間違いないと思う。お、赤だ、赤がある。そこと分かれてへんの、これ分かれとるやな。分かれとるぞ。分かれとる。うわ、これ先手がミスったら、まあ、からあれか、どっちなんやろうな。やっぱり遠い方かな。赤宝箱か、あれや。こんな覚えてへんもんな。行ったことないもん、多分。覚えてへんけど、ここ初めてやな。いやー、これ4倍に使うか迷うな。もう使うしかないな、これ4倍。もう使うしかないやろ、そら。よし、お、15。いけへん。右は無理やろ、絶対。あ、いった。いけるし。3回。あ、両方つながっとるっぽいな、これ。なんか。いや、つながってへんし。え、両方3回やもん、だって。え、3回でも違うときあるからな。右と左。どうかな。なんかもう、いける気してこへんなっちゃった。どっちかは宝箱系のところで、どっちかがあれや。本物や。1、2、3。
まあそうであることを祈ろうかな。いや絶対そう。さて誰に微笑むのか。神は侍。侍？わびさび。おう武蔵家。おおおほう弱いな。特化ほどっていう特化でもないもんな。あれで180だったらちょっと恐ろしいけどな。そうやな。月やばいな。ランスやもんな。ただがランスっていう上手がめっちゃ強いもんな。めっちゃ弱いな武器や、ランスってなんとかランスとかってわかるけどな。ランス、ランス、ランス、ランス。エビア、エビア。僕の番？僕の番？またこれ、これ俺より当てきら発動してないか。ロクちゃん、ロクちゃん。そんな気するよな。俺全然発動せんじゃん。発動してない。ほんまに。さすがドン、ドンさんや。特特ダイス良すぎるやろ。ほう。マジで。セイレン。いやあれ俺が持っとったらでもやばいかもしれんな。さらに。ほう。どん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 長所を全部取って持っとるよな。そうやね。だから1個やろ。どんどんフィールド特技しかめっちゃ弱いからな。とぼけるやからな。ザコにあれは基本みんな攻撃やん。いや俺もザコいけよ。俺ミスするやんから。俺守りは守りでも俺ミスとかあってやな。特段弱い守りやからな。魔法攻撃が効かなくなるという。よし突入じゃあほら。お3倍使っとくんじゃん。これも焼きそば硬くきた。硬くいやははははなんか使っとって赤マスで。ああ死ぬのが一番綺麗に終わるわな。ああ絶対いったこれ15やもん。お魔法のおぎやおい。でもいかへんか。鍵ないんちゃう。いやもっとルパンの針金も。ああそうか。ほう魔法の鍵。ああいっとこも気になるな。確かに俺が成功かどうかわからんもんな。もったいないいっとこも。まあ確かにな。微妙。でも使い勝手はいいんじゃん。あれはまあええけど微妙やな。思ったのと違うかったわ。やっとか調べる。どっちが正解か。んおお赤や赤や。なんやねんこのアップくそ。しかも赤いけるから赤いったらいいんじゃん。いや俺いや赤やねんせっかく。ほうそうか。おおええ時出てるな。完璧やったわ。なるほどな。俺は魔法屋に行きたい。いやしかも俺赤で行く気はないわ。あれは他の場所で行く気はあったけど、なんか俺が魔法の鍵持って魔法の鍵あったら行っとったと思うけど。まあ赤。おイベント。おおお、お誰こいつ。ええ、たかまだお宝イベント、はい、何かの部品。あれ、ね、いっぱいあるやん。ほうはい。なんだろう。1000円やからな。うん、いっぱい集めなあかんタイプかな。てかあの赤宝箱でもしかしてあれなのかな。やばい赤宝箱だな。あの赤かもしれへんな。じゃないとあれのとこに置かれへんやん。でも今追ってきとうもんな。そう勇者になるやつがおるからな。もう一人候補おらんかった。俺もあそこでちょっとな。俺は冒険したのね。せっかく魔法の神っていうとこ行ったの。じゃあ今まで冒険してこんかったら勇者になれたんちゃうか。冒険してたから勇者になれたんやね。あ、オッケー。じゃあずっと冒険続けてください。僕は地道に冒険続けさせてくれよ。じゃあ勇者に邪魔せんとってくれよ。俺が勇者ないから。誘惑には負けんぞ。今までことごとく遊んできたからな俺は。だから悪さ多分倒してんだ。多分俺はずっと遊んどったらええんや。勇者なんかならんと。悪さを倒してんだことは多分俺は。あれやと思う。遊んできたんだもん、いろいろ。誘惑に負けてきた自分のギャンブル性の、ギャンブラーとしての本能に負けてきた。俺はもう愚直にや、ひたすらもあれやから。目指しとか勇者。お、3倍。でも本来の姿は勇者とはほど遠いかもっていうのに。ここで行ったら、おー、おめでたい。行けへん。お、あ、全然行かれへん。結構遠いんやな。遠いな、やっぱり。つながってなかったな。遠いのにあんなクソみたいな。ボードクマスク。お、お、イベント。よっしゃ、来た。ガムズ。うわ、これめっちゃじゃん。宝。おぉ、やばい。うわ。お金も持っとる。おぉ、何これ。何か嫌なの。いいな、これ。めっちゃやん。てか、ラッキースターあるやん。普通に。あ、ラッキースターある。ルパンの針が普通売っとるやん。全部会社に取ったら、なくしたらね。黄色いとこ入るって何だ、それは。幸せかまくちって何け。いいな、これいいな。状態にたまに合わせる。何やと？な、何やと？おら、お前行ったるわ。おい。お。お、おい。よーし。さあ。お前はこんなのを出せないもんなんじゃ誰も来へんやろ。
てーれれれれれれ2万4000円安いな安い俺の価値薄いなお前まあ生やろ生ちゃうやろ2連続かほうでもいけへんやろもう意味がないからなもう4倍に使うやろ遠いなでもだいぶ魔法の宝物あそんなことないわ出したいのが出して4倍で全部決めるでいいのになそんなことないかああ都合ないスキルないやろこれ都合悪すぎるやろ、スキル。あ、無理や。あ、でも結構ええわ。ロープ2個出たわ。遠いなぁ。うわぁ、来るで。なんか回れへんのか、これ。なんか、うわあんまり回ると、お、ないわ。赤や。見つけた。行ったろ、見つけたら赤やからな。行ったろ、しゃあない。行かれるぞ、これ。てれれれれ。めっちゃええぞ。どこも勝負。おぉ加速装置あっよーし。やった。50万とか10万、全部ええや、ほぼ。あ、取り付き、取り付きぐらいだったな。めっちゃ痛かったの。ほとんど良かったのよ。ドカポスオーブとドカポスリングでちゃうんやな。お前どっちな俺リング。リング、あ、オーブは全部なんかな。じゃあ。リングはあれだ。リングは全部じゃん。じゃあリング3つしか上がらなかったやろ。こう、ぼう、そう、素早さ。まあオーブもええんやろ。多分オーブの良さそうやな。俺何ゲットした？ドカポスボールか。うん。いらねえ。なんか、よう侍と出会うな。そうやな。お前、俺はたけしが出会いなかったもんな。侍のもあるな。織田信長みたい。全然ちゃうけどな。どっちなんだよ、武蔵とかや。お、なんかレベルがあった。だから攻撃に特化したもん。タカも能力ほんま低く見えるな。低い。なんかその代わりタカあれやもんな。ボス戦に備えて攻撃高くて。武器とあれやからな。装備がえぐいからな、タカ。あと資産家っていうのが強いわ。一番強い、その。称号資産家やもん。えぐい称号。何だったやろ、これも。もう落ちたし、村を取られとうからあいつ。タカやばっ !170 万来た。何だったや俺まだ最下位なんやけど、ずっと。タカってここまで司令と雇ったやん。いや、でも無難に雇って。カジノでやばかったな、一気に。カジノで来たな。あと、ワルサーとかで行ったもんな。意外とギャンブルのあれやな。才覚があれやな。超的に上だったもんな、ペアペアに関して言ったら。ペアペアに関して言ったら。ほんまに。最初から発売だったもんな。うん、でもマネールーレットの運だけはなかったな。ただ覚醒系。そうやな。ただの覚醒。うん。ただ覚醒モード入ったな。やばいな、うん。見えるんです、モッドからな。まあ、それ言うと復活だ、モッドこっちの上やけどな。うん。でも資産家じゃないから、俺は。やばいわ、資産家っていうのは。まあでも、タカ能力いくから、まだ分からんよな。でも攻撃防御高いから高いって結構。まあでも武器やもんな、ほとんど。そやな。いらんわ、こんなもん。タカだって防具 A のゲットしたんやな、全部。2個ぐらい。攻撃。攻撃と防具か。うん。15ぐらい上がったもんな。10と15。ソードと鎧。あれでかいな。ふぅ。レイズクドックス。お、3枚なかったよ。力も使っとこう。3枚なくしてめんか？もち。なくしてやる。次や、3回あるんですか？ほう。もう俺 100% 優勝になる方法あるやんけどな。何？入ってきたお前フラッシュボーマーで蹴散らすことやけど。いや俺もしびれ出すわ。でも当たるか分からへんからな。まあね。でもやらんけん、そんなこと。自力で勝つわ。お、7。微妙すぎるやろ。絶対お、赤高いもん勝った。あー赤がいける。あ、赤いけるぞ。おめでとうございまーす。当選おめでとうございます。さあ。ほう。お、どこも。どこぼそぼう。微妙やったな、でも何もやるのや。いいのなかったな。でも悪いのもあんまないな。マイナス5万はちょっと嫌や。でもよかったんちゃう。うん。逆によかったんちゃう。よくはないやまあな。もうこれ行くしかないからな、普通に。6や。やるわ、やるしかないわ、これも。おぉ。2。そう。いや、こっちが行った方がパターンありそうやな。1、2、3、4、5、6。1、2、3、5。ゴートロックかな。ギャザー目玉っぽいな。レベル差ありすぎるな、マジで。ほうプラズマだらか。マビキヘボスやな、まず必殺シェッター。まだ弱いよ。せやな。ゴートは7で痛い。お、結構食らう。マジか。ほう、見えた。まあ、あれやな、スピードも高いな、結構。結構スピード上げたからな、俺。レベル上がって、そこで12ぐらい上げたからな、スピード。
いずれ困るやろなと思って。ほう。今上げといてよかったなと思っとるよ、ほんまに。あとプラスアルファでなんか勝手に能力上がったのにスピードがだいぶ上がったの多分。そうやな、うん、あれな、それは十何歩ぐらい上がったはずスピード。そろそろうお魔法屋に行きたい。いますに、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 よっ。ああ、上がった。ん？武器持ってんの高森。そうやな、武器持ってんの。ここや武器より上行くんか、あれ無理やな。なやゴブリンヒーロー、カジノの武器強いもんな。うん、強いやろ。あれは多分次のあれやろ、ショーの武器やろ。一番ええ武器やろ。一番ええかは分からんけどな。でもあれ強いわ。でも15号車かな。ランス号車の勇者になるのはまあ誰なのな。ジャベリンとランスだったら明らかジャベリンの方が強そうな名前やけど。そうやな、うん、ランスの上みたいな感じや、うん、ジャベリンで。おいヘビ、なんかいつもスコップとかその辺で終わるの、うん、俺やろいつも。そうやで、そうやな。うわ、トクトクだよ、発動した。またこれめっちゃええな。めっちゃこれ勝ちだよ。高い、高いしかおらんよ。俺しかおらん。ホフラッチャまだまだマシやな。めっとほしいけどな。そうやな。ピヤ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 、ガブ噛まれた。ガブ毒化したやん。毒。あ、ちょうど教会が近くにある。それでも魔法屋行っちゃうわけやしな。うん、こっちが行ったらやで、今スコップ狙われたかしかおらへんっていうの。そうやな、残念な。痛いな。あいつドリー持っとるからな。でかいな、それは。あいつ取り付きとドリー持っとるから、たたりと。そらえぐいぜ、多めだ。ほう、おう、おう、弱っ。入った入った464。めっちゃエゴいな、ダサい必殺だよな、うん、おレベルアップ。ほんま地味なこいつパラメータ。おーレベル低すぎるやろ、ちょっとほんまに異常やで、これは、うん、武器手に入れてほしいな。お信者のクロス、なんか良さそうやな。良さそう、珍しい。真珠のクロスじゃなくて信者のクロス。信者の、一旦話じゃ、一旦じゃあ一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。